とりあえず、チューでもしとく。はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。まあ、今回ね、なんでこういう動画を撮っているかというと、まあ、前回、翔太が一人でね、メインで話をしている動画をアップさせてもらったんですけれども、まあ、コメント欄とかでね、心配のお声をたくさんいただいたので、まずそれに対して、ありがとうございますっていうのと、心配をおかけして、すみません、申し訳ございませんでしたっていう感じで、今回動画を撮らせてもらってます。はい。はい。うん。で、前回の動画を通してね、すごく心配をしてもらって、僕たちが、まあ、離れてしまうんじゃないかとか、別れてしまうんじゃないかっていう心配をね、していただいたんですけれども、実際のところ、全くそういうことはなくて、全くっていうのはどういうこと？全くっていうのは、パートナーシップ先生に関しては、うん、まあ、今後のね、うちらの関係性をどうしていくかっていう話し合いは、もちろんしてるんだけれども、たとえパートナーシップ先生を解消したからといって、僕たちがすぐに別れるわけでもないし、むしろ一時期の二人よりは今すごく仲が良くて、相変わらず毎日ね、楽しく。まあ、喧嘩はたくさんするけれども、持ち丸と三人で生活をしているので、そこに関しては、まあ、将来ね、何が起こるかはわからないけれども、すぐにどうこうっていうわけではないので、心配を、まあ、かけてしまった部分があるから、それは申し訳ないなって思いつつ、安心してもらえればなっていうふうに思ってます。はい。で、まあ、なんで、翔太がそういう動画を、まあ、自分で撮ってね、今回、出したかっていうには、やっぱそれは理由があって、やっぱ普段生活している中で、あと YouTube を発信している中で、翔太がね、メインで発信をするっていうことが多いから、人によっては、翔ちゃんがっていうコメントだったりとか、意見をいただくこともたくさんあるんだけれども、それには、あ、ちょっと、何？それには、やっぱり動画では、やっぱり見せることができない部分であったりとか、見せてない部分っていうのがあるから、ちょっと違った意味で捉えられてしまう、見えてしまうっていう部分があると思うんだけれども、やっぱり普段、やっぱり喧嘩をするのね、うちらね、たくさん。で、その原因の多くが、結構僕がお酒を飲みすぎてしまって、翔ちゃんに、ちょっと、ひどいことを言ってしまったりとか、なんか、やっぱり翔ちゃんは、金銭面とかもしっかりしてるけど、僕は結構金銭面に関して、緩い部分があったりとかするから、そこで翔ちゃんに心配かけたりとか、助けてもらったりとかして、なんか、普段生活している中で、どうしても翔ちゃんが、ちょっとイライラしてしまったりとか、動画の、に対する考え方とかも、やっぱり翔ちゃんの方がしっかり、先のことを考えてやってるのに、僕は、ちょっとめんどくさがあったりとかして、ちょっと協力的じゃなかったりとかして、やっぱそういう部分もあったりとかするので、今回はね、そのパートナーシップ先生を解消するかもしれないっていう話になったんだけど、まあ、その原因の一つとしては、僕の、ちょっと至らないところとかもたくさんあるから、そこだけはね、ちょっと、皆さんにも分かってもらいたいなっていうところがあるので、一方的になんか翔ちゃんがどうこうっていうわけじゃなくて、お互いにそれぞれ考えるところがあって、まあそういう選択肢もあるよねっていうことで、今回じゃないな、前回か。ちょっと動画を出させてもらったっていう、ことなので、まあ将来的に、やっぱりパートナーシップ先生を解消することも
も選択肢の一つ。そのままパートナーシップ先生を続けるのも選択肢の一つ。ね。うん。うん。っていうことなので、まあ、たとえ、まあ選択の一つとしてパートナーシップ先生を解消しましたってなったとしても、解消しましたってなったとしても、相変わらず仲いいし、ずっと一緒にいたいなって思ってるし、翔ちゃんもそう思ってくれてると思うし、まあ今日本で、ね、同性同士が結婚するっていうことは法律上できないけれども、例えば同性婚ができたとしても、その後、やっぱり離婚しちゃうカップルもいるだろうし、そもそも結婚しないカップルもいるだろうし、なんかいろいろな人がいる上で、僕たちは僕たちなりの考えがあって、まあそういう二人の関係性をどうしていくかっていうのを真剣に考えてますっていう。うん、うん。うん。動画を。これです。うん。はい。何ですか？大丈夫です。どうぞ。大丈夫。最後、おい最後のね、言葉をどう締めようかなってちょっと頭で、ね、はい、どうぞ。はい。まあ、言葉が、前回は僕しかほとんど話してないから、うんうん、一方的っていう風に捉えられても仕方ないなって思った。でもやっぱこの僕らはこうやって動画を発信してる以上、うん、もし、まあ突然なんか別れましたとか、うん、そういうのってカップルの人とかあるじゃないですか。うん、これはすごく悲しいから、うんうん、僕らだけの話ではないなって、うん、コメントを見ても思ったし、うん、俺らのことを考えてくれてる人たちがいるからこそ、うん、すごい長文のコメントがいっぱいあったし、うんね、うん、DM とかももらって、うん、あ、すごい幸せだなって幸せって言葉がいいのか分かんないけど。ね。うん。見てくれてるというか。うん。見守ってくれてるっていうかね。っていうのはすごく感じたかなって思って。うん、でも僕たちは結構なんかその二人の日常であったりとか、うん、まあ、関係性とかをオープンにして動画を発信してるから、今回のその出させてもらった動画、みたいな考え方、うちらがどういうふうに普段考えているかっていうのも、まあ、知ってもらえたらなっていうふうには、うん、うん、思う。本当に、もうどこにでもいるカップルと同じじゃない、うちらって。だから、将来的に、もしかしたらお別れすることがあるかもしれないし、もうずっと死ぬまで添い遂げるかもしれないし、それは、誰にもわからないことで、未来のことなんて。はい、うんうん。まあ、その中の一過程として、うん、まあ、そういうふうな考えをすることもあるよっていう。うん。そうだね、今の段階でも、パートナーシップ先生をね、うん、うん、解消するかもしれないっていう選択肢はうちらの中にはもうすでにあるから、うん、そう、考え方としてね、選択肢としてね。一緒に、するべきではないというか、うん、その結婚って言わ、婚姻っていうものとパートナーシップ先生はもう別物、うん、だと思ってて、うん、っていうか思っててっていうかもうそういう法律で。まあそうだね。うん。現実としてね、うん。うん。まあでもパートナーシップ先生もそうだし、うん、結婚もそうなんだけど、そこがゴールじゃなくて、うん、スタート地点だったりとか、うん、途中経過のポイントでしかないから、その先、またいろいろ考えることもあるし、二、うん、人の関係性も出てくるし、うん、そのパートナーシップ先生に置かれてる、日本の課題だなって僕はすごく思う。うん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 、なんかすごいそういうこと言うとでかい話になるけど、うんうん、でも本当にそう思ってて、うん、結べばいいものではないというか、うん、そうだね、うんうん、それは結んだからといって何か社会的に認められてるわけではないし、うんうん、っていうのはすごく思うね、うん、まあそんな中でもね、翔太は本当に俺だったりとか、もちまるのことをすごく考えてくれてる部分がたくさんあって、やっぱ具体的に言うと、将来のことを考えて、
なんか、もうすでにエンディングノートみたいのもつけてるし、なんかここだけの話、もう遺言書とかもね、書いてくれてるのよね。で、将来もし自分に何かあったら、全部、パートナーである俺に、譲渡します、みたいな、遺言書。なかなかそこまでやってくれる人っていないと思ってて、本当に僕のことだったりとか、持ち丸のこととかをしっかり一生懸命考えてくれてるから、なんていうのかな。まあ、制度としてそのパートナーシップ先生っていうのやってるけど、もうそういうことじゃなく、二人のこと、家族のことを一生懸命考えてくれてるっていうのは、常日頃感謝しているから、うん。俺もそれにもちろん、120% 答えたいし、うん、俺も、翔ちゃんのことを愛してるし、一生懸命守っていきたいなっていうふうには、うん、うん、思ってる。翔ちゃん本当にいろいろなこと考えてくれてて、やっぱ翔ちゃんが今会社員でやってないっていう理由の一つでもあるんだけど、やっぱり会社員だと、限界がやっぱりあるから、それ以上にもっともっと自分の力でね、やっぱ稼ぎたいっていう翔ちゃんの意思もあるし、なんかそれ以上になんかもっとこれやりたいとか、自分が頑張ることで、もっと俺だったりとか、もちまるが喜んでくれるんじゃないかとか、なんかそういうのがね、やっぱ生活してて、一緒に生活しててすごい伝わってくるから、まあ俺はね、会社員としてやってるけれども、まあ、それはそれでね、安定する部分もあるし、まあお互いにね、自立できるところは自立して、前の動画でも翔ちゃん言ってたけど、自立して、お互いに支え合っていけたらいいなっていうふうには思ってるから。うん。なので、まあ、安心してくださいっていう言葉はちょっと合ってるのかわかんねんけれども、コメントでたくさんいただいたような、心配していただいたようなことには、今のところならないっていうかね、うん、今のところそういう状況ではないっていうのだけはちょっとしっかり伝えておきたいなっていうふうに思います。なんか喧嘩した時とか、うん、もうそりゃあるじゃないみんな喧嘩してもうちょっと頭冷やそうって、うん、なんかどっか行こうとか思った時にあるあるどこにも行く場所なくって俺そういやいや、まあ、実家がないっていうのもそうなんだけどまあまあそうねそうそうそうどこにも行くとこないじゃんって思って、うん、だからもういっそりょうちゃんの家に行こうかなって思ってあうちの実家にそうそうそうああありありってぐらい、うん、そのりょうちゃんの家族とも別になんか悪いわけではないから、うんうん、だからそんなそのパートナーシップがなくなったとしても、うん、それだけであってそれ以外は何も切れない関係なのね全てが、うんうんうん、まあ一つの考えとしてそういう風なことがあるよっていう風に伝えれてなかったよねうんごめんなさいうんそうだねうんごめんなさい。うん、いや、難しいね、うんうん。伝えるって難しいよね。うん、まあでも、うんうん、今回は、ちょっと、僕の言葉っていうのも、ちょっと伝えられたらいいなっていう。二、うんうん、人でね。うんうんうん、なんで、まあ、これからね、発信していく動画に関しても、うん、まあ、どちらかというと、まあ、翔太の言葉が多かったりとか、翔太が発信する内容が多かったりするんで、まあ、なんていうのかな。ちょっと翔太が一方的にこういうふうに言ってるんじゃないかとか、思われる可能性もあるんですけれども、ただ単に、僕が発信してないだけで、僕たちの動画は二人が発信してるっていうふうに、見てもらえたらすごく嬉しいです。決して翔ちゃんだけの一方的な意見だったりとか考えて発信してることはないので、僕もしっかり二人で話をして、動画の内容だったりとか決めて、
あと、編集した後の動画とかも僕も見させてもらって、やってるので、二人の意見として、今後、見ていってもらえたなと思います。なんでね、まあ動画を見てて、なんか翔ちゃんが悪者とか、俺がかわいそうみたいなコメントもあるんですけど、全然そんなことないんで、むしろ逆のパターンの方が多いんで、それは、ちょっと、翔ちゃんがね、それだとあまりにもかわいそうなので、そういう風な目で、あまり見ないであげてほしいなっていう風に思います。めっちゃ悲しそうな顔するじゃん。いやいやいや。全然悲しいことでもない、なんでもない。まあね、まあね、まあね。うん。救急車通り過ぎなんだよ。多いよね、本当に。うちの近くじゃないのよ、救急車。ってか、ここの道しかないからでしょ。ここの道しかないのよ。でも、もう、消防署が近い家って思われてるよ、きっと。ああ。まあでも、どこにでも消防署あるでしょ。でも、ここら辺ないじゃん。そんなん言うたらバレるやんけ。バレないよ。消防車がないエリアの家って全然バレないよ。ほんと？まあ、動画どうなるのとか、うん。あったんですけど、動画どうにかするときは前もって伝えるし、そうね。急に、何しました、うん、何しました、何しますっていうのは、うん。しないかなって思うけど、わかんない。休止するとき、突然だったときもあったし、ね。まあそうね。だけど、うんうんうん、気をつける。突然何かするっていうのはしないようにするのを気をつけます。うんうんうん。ので、あんまり、気にしないでほしいですね。うんうん、本当に。申し訳ないしね。うん。心配かけさせる。心配してもらうのもね。うん。うん。楽しくね。やっぱり動画見てもらいたいからね。そうだね。うん。まあ、次の動画からはいつも通りの感じにまた戻ると思います。はい。戻ると思います。っていうか戻ります。ね。まあ、その時の翔ちゃんに、演出上ボロクソ俺のことを言ってもらって、そうそう、面白おかしく。まあ、あんたも言えば。だってほら、本当にそうなのにさ。俺、八方美人だからさ、だってほら、いい人に見られたいから、あんまり出さないようにしてるけど。てか、これ本当なのよ。カメラが、本当なのよ。カメラが収まってからめっちゃ言ってるけど。ああ。はあ。なんであの時翔ちゃんなのとかね。ああ。でも言ってもらってとか言ったらほらなんかやらせみたいな感じになるから別にやらせじゃないよ。じゃあいや、素を出せっつってんだよ、こっちは。素出しとるよ。出しとるよ、つって。素出してんの。だから、なんか、何どうしたらいいのこれどうやって終わればいいの。もういいんじゃない、もういいんじゃない、なんかそこら辺で終わったらいいんじゃない。